国々をめぐって病気の人を治し、貧しい人を助け、田畑を耕し、川に橋を架け、行く先々へ椿の種をまきました。椿がすくすくと成長し、花を咲かせる頃になると、また別の国へと移って行き、困っている人々を助け、そんなことを何百年も続けました。椿の種をまいたのは、彼氏さんの道しるべにするためです。彼氏さんがこの世に生まれ変わってきた時、自分の居場所がわかるように、ビクニは種をまいたのでした。ビクニは諦めていませんでした。彼氏さんの言葉をずっとずっと信じ続けていたのです。そしてついに700年が経ち、ビクニは生まれ故郷に戻りました。けれども、ふるさとの村にビクニの知っている人は一人もいません。仕方なく、ビクニは村外れの洞窟へ入ることにしました。その入り口近くに椿の種をたくさんたくさんまきました。洞窟に入る前、ビクニは村人にこんなことを言いました。日の出と日没の頃に私は鈴を鳴らします。この鈴の音が聞こえなくなったら、私は亡くなったと思ってください。それから1年たち、2年たち、3年たち、5年たち、10年たち、20年たっても、彼氏さんはやってきませんでした。30年たち、40年たち、50年たち、60年たち、70年たち、80年たっても、やっぱり彼氏さんはやってきませんでした。ビクニが生まれてから800年の年月が流れました。鈴の音が聞こえなくなりました。とうとう最後まで彼氏さんが姿を現すことはありませんでした。洞窟の前の椿は美しく咲き誇り、その後何年もの間散ることはなかったといいます。人々はいつまでも若く美しかったビクニのことを尊び、祈りを捧げ、健康で明るく長生きできるように願いを込めて、彼女のことをヤオビクニ呼ぶようになったとさ。おしまい。じゃなかった。続く。あ？ううん。ココの知ってるお話はこれで終わりなんだけどね。ひょっとしたらまだ続きがあるかもしれないし。どういうこと？結局、ヤオビクニさんの遺体は誰も確認してないんだよ。鈴の音が聞こえなくなったから死んじゃったんじゃないかって思っただけで、もしかしたら日本のどこかの洞窟でまだヤオビクニさんは生き続けているのかもしれないでしょ。未だに彼氏さんのことを待ってると。ココはほんのちょびっとだけだけど生きてるような気がするんだけどな。うん、私もそう思う。ねえココ、ヤオビクニっていつ生まれたの？詳しくは知らないんだけど、今から1300年くらい前だって聞いたことがある。当たり前のこと言わないでよ。何ムキになってるのよ。ただの昔話だって言ったのはクラナリじゃない。もうクラナリも
いい加減大人なんだからさ、わかるでしょ。少女の夢をむやみに壊すんじゃないの。ねえここん、ヤオビクニが700歳で洞窟に入ったってことは、それから600年間もひたすら彼氏さんを待ち続けてたってことになるよね。あ、今でも生きてるかもしれないから待ち続けてる。現在進行形か。とにかく彼氏さんが椿の花を追い求めてようやく洞窟の淵へとたどり着いたその時、運命の再会が訪れるわけよ。600年間の孤独が報われるわけよ。1300年間の恋が実るわけよ。なんてロマンチックなんでしょう。ロマンチックか。ここはロマンチックっていうよりもちょっと悲しい気がするな。うん、だってさ、暗い洞窟の奥でずっと彼氏さんが来るのを待ってるんだよ。一人ぼっちで待ってるんだよ。寂しくてだけど死んじゃうこともできなくて、人魚の涙なんて飲まなければよかったのに。はあ、またそうやって夢のないことを言う。ないよ。人魚がいてもいなくても話の信憑性とは何の関係もないと思う。ポンタ君のもらったとっくりには誰が何と言おうと不老長寿の液体が入ってたの。それを誰かが勝手に人魚の涙って命名しただけかもしれないでしょ。つまり不老長寿の液体が実際の人魚の涙である必要はないってこと。例えばここに積まれてるキャンディーの山が実際の人魚の涙じゃないのと同じようにね。思う。望むところよ。ちょっと話はそれるけど、今のヤオビクニの話何かに似てると思わない？